皆さんこんにちは、高橋貴子です。この度は高橋貴子オンラインサロン2018にご参加いただきましてありがとうございました。こちらはですね、軽井沢の今日泊まっていたゆとりろ軽井沢というホテルで、こんな感じでちょっと中庭の方でね撮ってるんですけれども、見えますかね。はい、晴れていればおそらくものすごく気持ちのいい場所だったのではないでしょうかというところなんですけれども、ちょっと集中豪雨 の日本列島すごいことになっている大雨の日でございまして、それでも皆さんになんとかこの爽やかな緑の風景をお届けしたいなと思いまして、お天気お姉さんのように傘をさして外から中継をしております。続々と、皆さんから、お祝いのコメント、あとは、ご参加のですね、2冊目の出版を応援していただけるということで、私も執筆作業、この間は前書きプロローグですね、あと前書きですね、そちらの方終わりまして1章の執筆に入っております。途中経過を皆さんと一緒に楽しんでいただくというのがこちらのオンラインサロンの趣旨になってますので、またそんなところでご意見など伺いながら、あとは非常識に、ご機嫌に楽しく、飲み会パーティーとかも、このそうですね、サロンが10ヶ月の上になるので途中いろんなイベント入ってきますよね。ハロウィンもあります。クリスマスもあります。お正月もあるので、コスプレ的なものも楽しみにしていただきながら、皆さんと共に成長できる10ヶ月にしていきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。本来でしたらね、手を振ったりガッツポーズをやりたいところなんですが、傘を持っているためやってみるか、こんな感じ傘を持っているため、そんな感じで失礼いたしますけれども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは。